ただいまより NPO 法人パンキャンジャパンネット患者フォーラム実行委員会主催ノルバティスファーマ株式会社の協賛支え合う会アルファの協力にて開催いたします第1回ネット患者フォーラムを始めてまいります私は本日の司会進行を務めさせていただきます五十嵐亜彦でございますどうぞよろしくお願いいたします それでは開会に先立ちまして、第1回ネット患者フォーラム実行委員会会長、白鳥優子より、開会のご挨拶をさせていただきます。何よりもまずあの、この場を企画して、整えてくださったパンキャン事務局の皆さんに、患者を代表して心からの感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。 でこんなにあの大勢の方が今日あのキャンセル待ちが出るほど申し込んでくださったということで、あのどれほど皆さんがこの場を心待ちにしておられたか、その切実さがひしひしと伝わってきました。えー、今日あ今まであの私たちはあの、例えば私のように、水内分泌腫瘍という病名であったり、あるいはカルチノイドという病名であったり、 あのそれぞれお互いがこうまるで別の病気であるかのようなあの受け止め方を長い間してきていましたけれども今回初めてあの同じ神経内分泌腫瘍というあのグループの仲間であるということでこのような場をあのご用意いただいて集い合うことができ本当にあの心強く嬉しく思っています。皆さんもその シマウマのこの T シャツのシンボルマークをご覧になって、あのご存知の方もおいでかと思いますが、あの私はあの、えー、個人的にシマウマクラブという名前のホームページをあの立ち上げて、その管理人としてあのやっておりました、フクロウネコのハンドルネームでご存知の方もいらっしゃるかと思います。あと 6年前にあの私は病名を告知されたんですけれどもその時はあの全くもう病気のことが分かりませんでもう必死になって情報を探してあのインターネットを検索しまくってでようやくなんかおぼろげながら病気のことが分かるっていう状況で,で一体自分がこれからどんなふうになっていくのかも分からずあの不安でしかももう孤独で。 な、えー、なんかもうよるべない気持ちでいいっぱいでしたでそんな時にあの支えになったのが先行く先輩っていうか同じ病気の「闘病記」を書いておられた何人かの方のブログに励まされて、えー、なんとかそのこう前を向いて歩こうという勇気をいただいたように思いますで中で一人、えー、っと,とてもその方の志というか打たれた方がいらして。 あの主治医とのやり取りでエビデンスがないんだよねとおっしゃる主治医に対してその患者さんはエビデンスがないのなら私がエビデンスになりましょうとおっしゃったというその言葉にとても心を打たれましたそしてまたある方のブログでは私たちがそのよるべない本当にこう闇夜の中を一人で手探りで歩いていくようなその心境を暗夜航路っていうふうに感じられたのか せめて暗夜航路ではなく月明かり航路をというふうにブログの名前を書いておられたのを思い出しますあの本当にこのこういう方たちの,あのこれまでのいろんな積み上げがあって今日この場がこのように開催されましたことあの一つ心に留めておいていただければと思います今日はぜひあのお一人お一人にとってその病との向き合い方それから あのみんなで手を取って何歩でも前進していきたいというその場の始まりになりますよう記念しておりますよろしくお願いいたします白鳥さんどうもありがとうございました続きまして京都大学名誉教授今村正幸先生よりご挨拶いただきますお願いいたします皆さんおはようございます医療者側を代表して挨拶させていただきます えー、今日はあーこの分野、えーまあ、神経内部腫瘍神経内部腫瘍の分野というのは非常に広い領域でありまして、まあ、体の中のいろんな場所からこの熱湯が発生します。えーまあ、脳の下垂体排気管子それから消化器といいましても水い臓ばかりでなくて。 消化管時には肝臓とか胆脳とかいろんな場所から発生しますそして本日はその分野の医療者の本当に優れた先生方がお見えになっておりますまあ、特別に家族性腫瘍としてもこの病気は発生しますそれで新州大学で多発多発性の内分泌腫瘍症 1>, 1系2系というのがあるんですけど、それを中心に、非常に活動的に市民、あるいは患者さんとの会も啓蒙されて、ずいぶん盛り上がっている会を視察しているくださる櫻井先生も来てくださいました。櫻井先生どうぞ私たちが あのこの会を進めていく上で非常に、まあ、協力もしますし、えー、ご指導を願える先生だと思います。えー、内科の九州大学の伊藤先生それから外科の東北大学の江川先生それから国立,国立がんセンターの化学療法の奥坂先生、えー、皆さん この分野で非常に優れた研究もされておりますし患者さんの治療もさっているということで私は非常に希望しています期待していますですからこの場にはですね水道だけじゃなくて消化管のネットの方もおられますし家族性腫瘍の方もいらっしゃると思いますのでそれぞれのあの病気を治そうというそして皆さん仲良く情報を交換しましょうということなんですけれどもそれぞれの方が違った背景を持っておられますので。 あのそれぞれの患者として違ったところもあるということもご認識しながら、交流していただいたらといいと思います。まあ、医療者としてはです、ね、国際水準からです、ね、まだこの分野でいろいろ遅れておりまして、導入しなければならない診断、検査法、あるいは治療法というのがまだあります。そういういものをです、ね、早く 導入できるように私たちも努めておりますけれども、まだ皆さん方のお力を借りることもあるかもしれないということで、私どもも皆さんによろしくお願いしたいと思っています、これでご挨拶させていただきます今村先生、ありがとうございました。